そういえば初めて会った時もこいつチョコーンって効果音つきそうな感じで寝てたな。いや別にドキッとかしてねえし、本当に寝てるよな。お、こいつの手豆新しいの潰してる。指先はいっちょ前に硬くなってきてやがる。俺も昔こんなんなってたな。あの上野山くん、起きた。おごめんね、まだ全然歌できてなくて。まだ時間あるから頑張れ。うん。俺は正直こいつの持ってくる歌が怖い。誰かを好きな真冬の歌を聴きたくない。お、真冬起きたみたい。戻る？何？あと一本付き合え。もう俺タバコないんですけど。誰かを好きになるというのは自分の一番皮膚の薄い柔らかい場所を差し出すことでしか成立しない。触れられれば簡単に熱に浮かされ、少し爪を立てられれば簡単に皮膚は裂け、意志を持って握りつぶせば致命傷。上の山の恋はバンドごとポシャるリスクをはらんだ爆弾だ。